牧章アキラ、牧章アキラ、パク・ジョンチョル、1965年4月1日から1987年1月14日は、大韓民国普山直轄市出身の学生運動家、治安本部の取り調べ中に拷問により死亡した。その死は6月民主構想に強い影響を与え、韓国の民主化闘争の象徴となった。1983年2月に、 慶向高等学校を卒業後一浪し、1984年3月にソウル大学言語学科に入学。後に生徒会長に就任する。学生運動で中心的役割を担い、1986年4月の清志傾被服労組合法法科用級デモの際に逮捕され、7月に懲役10月、執行猶予2年の刑となる。 1987年1月13日深夜、あるいは14日朝、大学の先輩で民主化推進委員会結成などで1985年から、指名手配中の僕小句も、白女ンの捜査のため治安本部に下宿先から連行される。での取り調べの際、所在を問われて黙秘したためオーダーや電気攻めなどの拷問を受ける。14日午前11時頃、水攻めの際に、 浴槽の縁で胸部を圧迫され窒息、往診した医師により死亡が確認された。蝶が指揮を取り、服を脱がして足をタオルで縛り、右腕をバン、左腕をファンが固め、両足をいが抱え、缶が頭を浴槽の水に数回つけた。警察は病院に緊急往診の要請をした際に、虚偽の報告をしていた。水の飲みすぎで倒れたはずの方が、 全身ずぶ濡れの下着姿で横たわり、床一面も水浸しだったことから、お医師は警察の説明が虚偽で後見抜く。その場で心肺蘇生術や強心剤を試みるも回復せず死亡診断を下した。午後4時頃、死亡診断書の作成を求められた際、変死扱いになり司法解剖されることを狙って、死因不詳と記入する。 遺体を仮想し証拠隠滅を図ろうとした警察は、国立科学捜査研究院の解剖医ファン、徐淳に対し、解剖を行わずに、初見書の偽装をしろと命じる。この時、口止め料として100万ウォンを手渡した。ファンは、一晩熟慮の末命令に逆らうことを決意する。15日夜8時ごろ、暗証、守る、アンサンス検事の式で、 法の王子の立ち会いの元司法解剖が行われた。14日午後7時ごろ、警察がソウル地検に案件の当日中の処理を要請するが拒否される。遺族との対面もないまま仮装することを知った、公安部長は直感的に拷問しを悟り、2時間説得をして、観念させた上で遺体保存命令を下す。警察と検察が深い協力関係にあった、当時としては、 異例の対応であった。15日午前、蔡公安部長が司法解剖を指示する。蔡は官民ちゃん治安本部長に夜道に気をつけろなどと脅迫を受けている。警察病院を懐中し遺体を渡そうとしない官本部長に対し、蔡は公務執行妨害での逮捕をちらつかせ解剖に同意させる。なおも警察病院での実施を望む本部長に対し、 妻が民間病院を主張し、関陽大学病院に決まる。15日午後,後、スクープ報道を受けて、治安本部が記者会見を行い、持病による心臓発作であると虚偽の説明をした。この時、関本部長が発した、机を、たっと叩いたら夫叫んで死ぬとは、は、流行語にもなった。この発言は後に、歴史教科書にも掲載されたが、二0 1三年に、 政府が出版社に対し修正命令を出した。案書を守らが中心となり、牧書、アキラ死亡疑惑捜査班が組まれたが、警察のシナリオ通りにことが進み、目立った成果は出なかった。捜査班から、際は排除された。案の功績については、諸説あり。事件当日、お医師が病院のトイレで、中央日報の記者に事件を知らせる。 記者とのやりとりは事実確認のみで拷問であることは伝えていない。翌15日、中央日報、当時有観氏が捜査中の大学生ショック死事件としてスクープする。警察の記者会見後の16日、東亜日報で遺体の状態、あざ、出血、水で膨れ上がった胃などが明らかになり、取調べ官による拷問疑惑が起こった。お医師は、 記者の取材に対し、水攻めによる拷問死であることを示唆するため、失声ラオンなど、水をイメージさせる単語を多用した。19日、警察が事実を認め、一部の警察官の過度な職務意欲により発生した不祥事として、現場検証もせず二人、チョハンギョンとカンジンギュのみを逮捕し事件の鎮静化を図る。爆チ,チアンカ官は二人に口止めをする代わりに、 早期釈放と家族の生活費の保障を約束をした。同時に、官本部長が更迭され、新本部長に、イオンちゃんが任命される。20日に、事態収集のために内務部長官に任命された、抵抗姿、チョン・コヨンは、人が人を殴れるわけがないと訪問の詳細を、明らかにしなかった。提は、公衆事件の特選司令官であったことから、さらに人々の疑念を招いた。 2月に2週間された2人と同僚との面会に立ち会ったアン、安優保安係長が会話の内容から、新たな3人の容疑者の存在を面談記録に残す。後に発覚を恐れた、安自身が廃棄前年の似川事態で逮捕され、同刑務所に就監中だった、活動家のに伝わり、いわ、ハンジェドン刑務官に筆記用具を借りて、手紙を作成し、ハンが、 ジョン・ビョン・イヨン・ゲン刑務官らの協力を得て、医の手紙を外部に伝達、最終的に活動家の金正を、後の教育文化主席秘書官に渡る。手紙の伝達は4月上旬までに、計3回行われた。医の情報源や執筆、伝達方法は長年謎だったが、2010年に、英東保刑務所の現役官主犯士の書籍により、詳細が明らかになった。情報を得た。 天主教正義具現全国司裁団神父が5月18日にソウルミョンドン制度で行われた公衆事件追悼ミサで正式に避難声明を発表した。5月1日に決闘されたばかりの統一民主党も独自調査に動いた。警察の再捜査の結果、5月21日に3人が追加逮捕された。ここでも警察上層部は隠蔽指示を否定したが、 5月29日に、パクチョウォンチアンカン、ユジョンバン形成、パクウォンテク形成が、犯人逃避罪で逮捕された。7月4日、訪問致死事件の一新宣告公判が、ソウル地裁で行われた。チョ、カン長役15年、バン長役8年、ファン長役7年、イチョウ役5年。二審で、チョ10年、カン8年、バン6年、ファン5年、イ3年と減刑され、 1988年2月に確定した。のちかり釈放。1988年1月12日、東亜日報にファン解剖医の日誌が公開され、15日に官元本部長が隠蔽捜査などの容疑で逮捕される。一審、有罪、二審無罪の後、1993年7月に懲役8月、執行猶予2年が確定した。 野党や在野の近代中が対応を激しく批判し、警察発表に信頼性がないとして、真相究明のため国政調査権発動の決議案を提出する。2月7日、全国で追悼集会が開かれる。釜山でのデモを主導した、弁護士時代のロブゲンとムンジェインを含む798人が警察に連行される。 その後も、ソウルを中心に抗議デモが行われ、かねてからの大統領自家先生会見運動と、相まって全国に拡大した。により一旦は昇降化したが、5月18日に、事件の真相が暴露されたことで、再び活性化した。6月9日、翌日に控えた、拷問地支援兵球団及び、憲法改正国民大会の決起集会に参加した、四世代制の 李判列、李判によるがデモ中に戦闘警察が発射した、催涙弾を頭部に受け、7月5日に死亡した。李の被弾事件は、法と共に民主化運動の起爆剤となり、さらにデモが拡大していった。6月29日、ロヤス市区民政党代表最高委員による民主化宣言が発表される。1997年、ソウル大学キャンパスに共造と追悼碑が設置される。 2000年に、僕、小雲が、保守政党のハンナラ党に入党したため、小アキラの遺族や関係者と疎遠になる。小雲は、以後、国政選挙に3度落選。2001年2月26日、ソウル大学言語学科が名誉卒業生の称号を、授与する。2002年6月27日、民主化運動関連者の名誉回復及び、保障審議委員会が、 父親の僕まさきを民主化運動関連者に認定する。認定理由は1991年の警察による明治大生死亡事件への抗議活動の功績。2003年、社団法人民主列士牧、小明記念事業会が、牧小明人権賞を設立する。第一回受賞者は、学生運動出身の政治家、李仁栄。 2004年、慶光高等学校に追悼碑が設置される。2007年、旧治安本部隊とも保安分室、現警察庁人権センターの一部が、牧章明記念展示室として公開される。2016年8月、富山大音楽学科名誉教授ら26名により、牧章明合唱団が結成され、12月の、牧金恵大統領団外ろうそ集会に参加する。 2018年5月に創立公演を行う。2018年1月、下宿地のソウル観学区森林道、大学後道が牧省明通りと命名され記念プレートが設置される。同時に2019年オープン予定の記念公演と記念館の建設が発表された。宣布式には招待されていない牧省雲も出席した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。